ドジャース、レイズ、24日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手が史上6人目の40本塁打、40投塁を達成した23日の試合で記念球を観客席に投げ返したレイズの干せしり外野手が試合前に取材に応じ、同選手のホームランが40本目だとは知らなかったと明かした。動画が記念球観客のググララブにに当たりグラウンドに 客席に投げ返す大谷は同点の9回裏、西満塁の場面でセンター右へ自身初のサヨナラ弾をグランドスラムで決め、偉業を達成した、飛距離119メートルの打球を追ってフェンス前で飛んで補球を試みた尻は、ウォーニングトラック、フェンス前まで行くのは分かっていたけど、フェンスを超えるとは思っていなかった、自分のところに来た飛球はいつも取るつもりで追っている、でも、あの打球は完全に超えていたと振り返った。ところが 一度スタンドに入った打球が跳ね返りフィールドに戻ってくるハプニング記念球だと知っていれば本人に返す可能性も十分にあったがさよなら負けだったこともあってか観客席へ投げ返してしまったあの時は何も考えていなかった40の40のこととかも知らなかった試合が終わったからファンにあげたんだと知りお宝を手にしたファンにはよかった 楽ししんでほいとの言葉を送ったドミニカ共和国出身のシリはアストロズ時代の21年にメジャーデビュー4シーズンにわたって大家の投打のパフォーマンスを目の当たりにしてきた26歳は間違いなく偉大な選手アンドロイドであり